針に低周波を通電電気療法とは体に理学療法の一環として幹部にそれぞれ適した電流を流すことである。様々な方法がある。電気を体に流すための動詞コードと呼ばれる電極を皮膚に取り付けて用いる。頭痛性疾患、麻痺性疾患などに用いられる。周波数1000ヘルツ未満のパルス波電流を用いる。経費的抹消神経電気刺激もこれに含まれる。 機能的電気刺激が、治療的電気刺激知られているが、周波数1000ヘルツ以上のパルス波電流である。異なる2種類の中周波電流を同時に流すことで、振幅変調のような効果が生じてを起こすことから、このように呼ばれる。オーストリアのハンス・ネメックが1947年に出願し、1952年に合衆国特許として認められた。電気経連療法は、 精神疾患のために頭部に電流を流すものであり、理学療法の範囲からは離れている。過去にはエレキテルを使った治療が行われており、カンタリスですら効かなかった老人の尿失禁患者を治療できたという話や、脳卒中や起こりを治せるという話が、別の書籍からの引用の形で、エレキテルキュウリ、腹に乗っている。オランダ市勢エレキテルキュウリン エレキテルにて書病を了事する説。ありがとうございます。